はい、どうも、シュウテイでーす。お願いしまーす。というわけで、変化球講座、パパ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 。はい、2回連続。2回連続です。はい、今回は、はい、スライダー行きます、スライダー。おー、変化コート。来ましたね。2番目に、人気のスライダーです。はいはいはい。いつも投げてますスライダーを今回教えますんで、ぜひとも試してください。まあでも本当にこれ見たら明日試したくなるスライダーだと思うんで、変化球だと思うんでやってください。はい、いってきます。じゃあまず投げてきます。フォーク。ああ、いいボール。何投げます？フォーク。高い。いけ、スライダー、いけ、スライダー。オッケー。まず軽くね。この間さ、向こうずで教えたんですよ、野球の女子に。はい、いい感じでしたよ。今早め？今早め。いいでしょ、肩いっていいから、あんまこう切ってはないから、うん、変化はそんな。おい、カップや。スライダー返しはしちゃダメだった。オッケー。これが一番怖い。オッケー。やべえ。はい、というわけでですね、あんな感じ、ちょっと肩痛かったんでね、すごい全盛期的な、どうしたんでしょう、全盛期なね、スライダー投げれませんでしたけども、握りは間違いなく曲がるので、試してほしいと思います。うん、試してほしい。どうした？試してほしい。はい、握りですね。いや、握りなんですけど、まあ、何度も動画で言ってるんですけど、まあ、こう、丸くなってる状態のこの位置、斜めにこの人差し指の外側をこう、縫い目の内側にかけます、こうやって。かけます。この真上じゃないです。もちろんね、真上じゃなくて、こっち側にこう、まあここでいいよ。置いて、右にスライドして、ここで多分ピッとこう止まる部分があると思います。そこでキープして、ここもしっかりくっつけます。この状態でくっつけます。くっつけてこのまま、この状態です。まあ完全に。ストレートは普通にこうじゃないですか。この2本指の真下にこう親指があります。しかしスライダーの場合は。真下にあったらこう握れないんですよ。ここにここを持つんで握れないんですよ。なんでこの通りにこの逆らわずにそのままくっつけてピタッとくっつける。そしたら自然に横になるんですよ、親指が。この状態、これで投げます。これでリリースを前で離すイメージ、しっかり離すイメージで、こっからガリッとこう切っていくみたいな。親指キープね。こうやってキープ、これガリッとしていくイメージで投げると、さっきのような変化球が生まれます。はい、あとはちょっと難しいと思いますよ。難しいんで、よく聞いてほしい。指先のこの切る、ここは一緒で、腕の振りだけ変えてください。例えば切るって力はもうマックス 100%、 100% の腕の振りを 80%、 そしたら高速スライダーのような鋭いスライダーになります。そして腕の振りを 60% ぐらいの、6割ぐらいの力で腕の振りをします。それで指の力は 100% マックス。そしたら 80% と 60% でだいぶね、変化変わるんですよ。いわゆる球種が変わる、青鬼から赤鬼みたいな感じのイメージ。あ、この 80% は赤鬼だけど 60% は青鬼みたいな、鬼だけどなんか色がついちゃうみたいなイメージかな。すげえ分かりやすいね。まあそういうイメージで投げると球種がいろいろ増えるんで、スライダーだけどスライダーの中からこう枝分かれして、こういろいろこう変化量が違うんで別の変化球になるんですよ。なんでこの指のこのキュッてこう切るこの力は基本的にマックスでいてほしい。ここだけは腕の振りは80でも70でも60でも50でも何でもいいですよ。それだけで変化変わってくるんで、ほんと 40% の腕の振りで切る力マックスだったら多分ね、ほんとカーブっぽい感じ、鋭め鋭めの大きなカーブになります。
80% でいくと横に曲がる、曲がる、それになります。はい、というふうにこの握りをね、うまく使ってほしいと思いますね。はい、スライダーぜひとも使ってみてください。はい、コツはしっかりとこの親指と人差し指掴んで、ここからクッとクッとね、しっかり指先で掴んで、指の中かな、しっかり掴んでグッと切る、軽っ、こういう感じ。はい、やってもらえたらと思いますんで、これで多分すごい投げれてる人多いと思うんですよ。なんで頑張ってほしいです。はい、はい、というわけで今回はこのスライダーをね、翔平 TV のスライダーをご紹介しました。まあ、向こう図女子やら野球女子、女子野球選手と、もしかしたら中学野球かな、高校野球かな、 いろんなね選手がこの握りを使ってバシバシ三振を取ったり、エースになりましたって報告もらったりね、はいはい、いい報告すごいもらってます。はい、もしかしたらプロの選手もね見てるかもしれない。まあ、ちなみにこれはあのダルビッシュスライダーなんでもともと使ってたんで同じだなっていうことで、はい、まあ、分かりやすくねダルビッシュスライダーですって言っとけばまあ間違いないかなと。はい、まあ、そういう感じでこの握りをねぜひ試してほしいと思います。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。試せ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。